チームワークやっぱ私たちパシュートなんで、あのフレンドリーマで歌ってる限り、あの友情大切にしていきたいんで。それ弾いたかないよね。ないないない、そういうことないよね。1個も食べてないっす。で何個買えるかだよ。あ、そうそうだ。今日でマジで。1000円でいくら買える？3人ともハッピーになれる食べ物がいいよね、やっぱり。じゃあアイスも買って、あれも買って、これも買って、そしたらまあいいんじゃない。そう、残りの1000円、私の1000円はこの紙に変わりました。私の1000円もあごとのみ変わりました。さてさて、何班長の1000円は。やばい、気合入りすぎる。やば、血が騒いでるね。血が騒いでる、血が騒いでる。だってさっきさ、かのちゃん400円のアイスなのにハリマ600円だって、ね、うちらはやっぱさ、そうや、ね、仲良しだから、ラブ&ピースだから、ラブ&ピースだから、うん、平和、平和なの、うん、ね、ね、みんなで美味しいのは平和だちゃう。本当にそれだけね、こんなことしないよね。え、アイスはいくら？あ、ね、あんなにモンブランってやばくない？思った、思ったのだから。え、いいよね。え、アイスがいくら？そうです、400円です。あ、50円足りないの？あ、でも牛いちごなら食べれる。牛いちごならぴったり食べれるよね。食べれる。あ、意外と花火。同じくらいに言えばいいよね。やばいじゃん、電話してるみたい。もしもし、マイリー、今どれくらい？しおちゃん3つ分くらい。結構短いな。絶対嘘でしょ。行きました、呼ばれました、行きます。68番、はい、お疲れ様になります。あ、美味しそう、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう1個もらっちゃって。はい、行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ちょっと待って、本当に消費税突然入ったらどうしよう、大丈夫かな。込むよね。そこが不安、私は。盛り合おうば。買ってきたど。食べてないよね。食べてない。今どっちにも並んでんので、あの、あっち1000円持ってんのだから、空は、はい、残りの400円をパスする。それ役目だから。分かった、じゃあ。追加に、あ、ありがとう。リレーだから、チームだから、パシュートだから、うちら。はい。ね、しっかり行こう。それはね、やっぱ。そうだね。チームワーク大事だから。そうだね。いいと思う。追いついてきちゃった。こっちやばいね。なんもない。そしたらこっちを先に渡すね。そうだね。私がリレーだから。うん、リレーだから。さらちゃんは架け橋だから、私。パシュートだから、うちら。あ、おいしそう。やって、ゆるいちご。なんかちょうどいいの、なんか安納芋ソフトもあった。あー、美味しそう。650なの、50円足りないの。なんで50円もつけちゃう。え、ちょっとやっぱティラミスとかも650円の壁。50円でっかいんだよ。安納芋モンブランめっちゃ美味しそう。でもね、50円が足りないんです。50円くれませんか。もうもうねえ、50円だけでいいの。しょうがないから記録にだけ残す。かわいそう、そらちゃん。ほら、かわいそう、かわいそう、食べれなくて。あんの芋もくらい食べたい。食べたい。あのめっちゃ頑張ってるよ。そうだよね。調子めっちゃ美味しい。調子美味しいな。そうそう、おそろそろ怒られるわ。さあ、やめとこう。なんかちょっと怪しいんでるよね。なんかさ、ねえ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 。そらちゃん、そらちゃん、どこどこ。ねえねえねえ、モリリー、モリリー、こっち向いて。モリリー、モリリー、モリリー、痛いって。モリリー、お腹にそっとしといてあげて。お腹痛い、そっとしといてあげて。お腹痛い時こそ私の顔見たら癒されたモリリー、お腹痛かった治ったの。口動いていくの早くないな。口を治ったって。
やっぱチームメイトのこと怪しむのよくないよ。よくない。見ないで。ちょっと足汚れちゃったな。足汚れちゃったな。おかしいな。2個あるんだし。疑わないで。疑わない。協力しようって言ったのあったじゃん。え、裏切りとかないよね。ないないない。うちはそういうことないよね。1個も食べてないっす。フレンドリー。改めたアンドモンブラン。私がアンドモンブラン買ったら。何すればいいのマジで。お家に帰ってきた。どんぶり持ってるけど。行きます。どんぶり持ってるけど。落ちないでよ。本当にやばいね。本当にやばい。これやばい。本当にやばい。負けたくない。負けたくない。やだ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 。どうしたの？もう私の計画が面白かったのにな。残念。じゃあもうこれはこれになっちゃうのか。あの今？あのもうとしたんだよ。変えないって状況を作ろうとしたの。ねなんで今から写真撮るんだよ。本当になんで食べたの？本当クソなんで。クソやろ。ねギョハラみたいなでしょうね。食べてねえから。なんで？はい。ありがとうございます。どうぞ、いちごクレープです。岐阜いちごです。期間限定です。期間限定は今しかないんですよ。私たちはみんなで3000円を共有してちゃんとデザートも買って主食も買っておかずのコロッケ、アボカドチーズ、これコースなんです。私たちはもうちゃんとパシュートのような協力的な。でも途中でなんかしほちゃんが一回ね輪を乱そうとしたけど、そんなことかね食べたでしょ。私は400円でこの人が650円のクレープ買ったんです。足りた足りた。あの1枚これに託しました。ちゃんとこういう風に変えたのでよかったです。イエーイ。おいしくいただきます。 OK